サムキ第2の24章さて、えー、再び死の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は、さあ、イスラエルとユダの人口を数えようと言ってダビデを動かして、彼に向かわせた。王は即近の軍隊の長、ヤブに行った。さあ、ダンからベール、シェバに至るまでの、イスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。すると、ヤブは王に言った。あなたの神、主が、 この民を今より100倍も増してくださいますように王様が親しくこれをご覧になりますようにところで王様なぜこのようなことを望まれるのですかしかし王はヨアブと将校たちを説き伏せたのでヨアブと将校たちは王の前から去ってイスラエルの民を登録しに出かけた彼らはヨルダン川,の川を渡ってガダの谷の真ん中にある町 ヤゼルに向かって右側にあるアロエルに宿営しそれからギルアデをタ,タフティムデンの地に行きさらにダンヤーンに行きシドに回ったそしてツロの要害に行きヒビジンやカナンジンのすべての町々に行きそれからユダンのネゲブに出てベールシェバに来たこうして彼は全土を雪巡り9ヶ月と20日の後にエルサムに帰ってきた そして、ヨーブは民の登録人数を多くした。イスラエルには、剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万人だった。ダビデは数を数えてのち、両親のトガミを感じた。そこで、ダビデは死に行った。私はこのようなことをして、大きな罪を犯しました。主よ、今、あなたのしぼめのトガ,トガを見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。朝、ダビデが起きると、次のなしの言葉が、ダビデの戦艦 先見者である預言者ガドに会った。行ってダビデに告げよう。主はこうせられる。私があなたに追わせる3つのことがある。そのうち1つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に告げていった。7年間の飢饉があなたの国に来るのが良いか。3ヶ月間、あなたはあだ,あだの前を逃げ、あだがあなたを追う,追うのが良いか。 3日間あなたの国に疫病があるのが良いか今よく考えて私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてくださいダビデオガドに行ったあそれは私には非常に辛いことです死の手に陥ることにしましょう死の荒れみは深いからです人の手には陥りたくありませんすると死はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を殺されたのでダンからシェベ,ベールシェバに至るまで民のうち 7, 7万人が死んだ ミツカイがエサミンに手を伸べて、これを滅ぼそうとしたとき、主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしているミツカイに教えられた。もう十分だ。あなたの手を引け。主の使いはエブジンア,ラアラウナの地場の傍らに行った。ダビデは民を売っているミツカイを見たとき、主に行った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をした,したというのでしょう どうかあなたののを私と私と一家に下してください。その日ガドウはダビデのところに来て彼に言った。エブズジン、アラウナの内場に登って行って死のために祭壇を築きなさい。そこでダビデはガドウの言葉の通りに死を、主に、主が命じられた通りに登って行った。アラウナが見下ろすと王その家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。 それで、アラウナは出てきて、地にひれ伏して王に、王に礼をした。アラウナは言った。なぜ王様、このし,べも,しもべのところにおいでになるのですか。そこでダビデは言った。あなたの内場を買って、死のために祭壇を建てるためです。神罰がために及ばないようになるためです。アラウナはダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください。ここに全種のいけねのための牛がいます。 竹木にできる脱穀機や牛の用具もあります。王様、この荒うなはすべてを王に差し上げます。荒うなはさらに王に行った。あなたの神、主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。しかし王は荒う,荒うなに行った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の髪、主に全種のいけねえを捧げたくあります。 そしてダビでは内場と牛と銀50シケルで勝った。こうしてダビではそこに主のために祭壇を築き全種のいけと和解のいけを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので神罰はイスラエルに及ばないようになった。